今回最も多かった街の質問が、アフレコの裏側とか現場とかがどうなってるのかなっていうのは見てみたいです。見てみたい、うちも、うんうん、めっちゃ気になる。ということで、この方にアフレコ現場を覗かせてもらった。おはようございます。現在大ブレイク中の若手人気声優、島崎信長。人間らしく。呪術廻戦では真人を演じ、イケメンスイマーたちの青春を描いたアニメフリーでは主人公七瀬はるかを熱演。あの時の景色もう一度見せてくれ。今日は作品って何ていう作品を、はい、ビジュアルプリズンという、はい、今度始まる作品を撮らせていただいてます。あ、なるほど、はい、この日は今年秋放送予定のアニメのアフレコ。これはあのうちの事務所の先輩の神谷博さんからいただいた筆箱で、これも何年も前にいただいたんですけど、すごい丈夫で容量も良くて、なんかずっと使わせていただいてますね。はい。すると現場入りからわずか5分で、はい、よろしければ持ってやらせてください。はい、お願いします。何を企んでいるギルティア。次のビジュアルプリズンで佐賀は大いなる力を手に入れる。それを邪魔しようというのであれば、佐賀の手を煩わせるまでもない。はい、どうもです。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。もうすぐやるんですか、こういうのって。そうですね、スッと始まり粛々とおすすめ、さっと帰りますね本来はリハーサルに本番という流れが一般的だが、特に昨今はやっぱコロナの状況もあるんで、はい、割とよりスピーディーな感じはします。なるほど、はい、さらに最近コロナで別撮りだったりするので、自分より前に自分と絡む方が撮ってたりする場合は、このレシーバーを使って自分の耳で聞きながら、相手のセリフ聞いたり受けたりしながら一応やれる、はい、しかし通常時のアニメのアフレコは複数人による同時録音が主流。